サムネイルに騙されてしまったそこの君、どんまいどんまいというわけでね、まあ、あのサムネも僕なんで、まあ、勘弁してください。はい、で、あの低評価とかやめてください。はい、ジャパンダートダービーの予想ね、していこうと思います。はい、まあ、ジャパンダートダービー3歳のね、ダートの G1 です。大井 2000m で行われるんですけども、まあ、これはですね、僕が初めて現地で見た G1 ということでね、まあ、ぜひとも当てたいんですけども、あれですね、あの東ウィルウィンが勝った年しか僕は当てたことないですね。うん、まあ、今年のね、ジャパンダートダービーなんですけど、まあ結構ね、JRA 勢もね、ちょっとレベルがちょっとなんか混沌としてて、でね、あの東京ダービーの地方の方はね、東京ダービーの上位馬がね、出てこないということでね、まあ、すごい混戦模様なんですけども、今回のジャパンダートダービーなんですけど、見えちゃったんですよね。今回のジャパンダートダービー勝つのは Welldone です。はい、なんでかっていうと、Welldone ね、まあ、牝馬なんだけども、牝馬ってジャパンダートダービー全然勝ったことないんだけど、ちょっとこれ別格ですね、この馬は。うん、まあ、関東オークス勝ち馬ってのもそうなんですけど、まあね、リステッド競争をね、あのこの時点で勝ってる牝馬ってね、バケモンですよ。やっぱ牝馬って結構ダートだとね、芝よりもちょっとボバに太刀打ちできないこと多いんですけど、ね、あのリステッド勝っちゃってるんだから、ちょっとこれはね、別格だなと、ただ強い牝馬じゃないなということを思ったんで、今回ね、あのボバの方もレベルがちょっと混沌としてますし、ユニコーンステークスもね、結構もう荒れましたし、まあ、絶対的な存在がいないのであれば、ちょっと牝馬でね、頭一つ二つ抜けてるこのWelldone から行くのがいいんじゃないかなと思いました。なので勝つのはWelldone です。で、まあ他の馬なんですけども、そうですね、ちょっとすいません、雨降っててちょっと消えちゃったんですけどWelldone が本命で、対抗がスマッシャーですね。で、リプレイザー、ゴッドセレクション、ダノンブレッド、あと地方から1頭ギガキングと、まあ、この6頭ですね。まあ JRA 勢ですね、やっぱ地方がね、東京ダービーの上位馬全然出てこないんで、地方で実績のある馬がほぼほぼいないとなってくると、まあ、この JRA 勢でしょうがないかなと。で、まあギガキングは一応東京ダービーね、ちょっと距離がねきつかったかなって気はしたんですけど、最後までよく粘ってたんで、まあ、同じ距離2回目ということで、もしかしたら上積みあるんじゃないかなと思ったんで、ギガキングちょっと期待して入れました。はい、で、まあ買い目なんですけども、まあ、この3連複ですね、あのWelldone軸にして、スマッシャー、リプレイザー、ゴッドセレクション、ダノンブレッド、ギガキングと、まあ一等軸相手5頭の10点でね、まあ、これでいこうかなと思います。はい、というわけで、まあね、大井の 2000m の G1 2回続けて予想動画出してるんですけども、前回帝王賞はね、まあ、見事的中させることができたんで、的中といってもまあ予想の力じゃないかもしれないけど的中させることができたんでね、今回ジャパンダートダービーもうまく当てたいかなと思います。うん、で、まあしばらく本当 G1 ないんですけど、まあね、8月9月とね、まあ、月に 1,2 回ぐらいは競馬予想の動画出せればいいかなと思ってるんで、まあ、何かしら出すとは思うんで、ぜひともその時はよろしくお願いします。それでは。